ランチです。今日はレインボーポテトチップス七色だし味ポンと G に、まあ、何味か当ててもらおうかなと、まあ、これ当たるはずがないんですけどね、やっていこうかなと思います。なんか7種類の素材のだしを使用したポテトチップスですって感じなんでね、まあ、何味って言われるとちょっとよくわかんない。間違った人にはこのハラペーニョオニオン、ちょっと違うポテトチップスなんですけどね食べてもらおう。辛くはないですけど、まあいいや、これでいきましょう。はい、G です。オンです。今日は2人に、はい、ポテチ用意しました。おお、ポテチ多分食べたことあると思うんで、はい、あります。これの味を当ててもらおうと思って準備させていただきました。おお、まあ簡単だと思うんですけど、一応ね、これね、味当てですか。間違えたら、うん、なんかよくわかんないポテチチップスをどんどん食べさせて差し上げます。いただきます。塩味。塩味だよね。塩じゃん。塩ですよね、これ。こちらも差し上げます。半分に塩やけど。まだ分かんない。味がしない。いやいや、味がする。何の味がしますか。いや、答えない。答えると、だって、間違える可能性あるから。椎茸とかの出汁ですか。なるほど。まあまあまあ、でもニアピン、ニアピンですね。椎茸味なんですかこれ。そんなことないよね。椎茸が近い、まあ、異常ではないですけど。松茸何言ってた。あんまりとか俺だって食べたら本当に分かんなかったね。3枚とか離れたとこですね。竹の子余計なのに食べてもいいのに言った今答えました。いや俺じゃない。じゃ答え見ますか。はい、お願いします。まあ七色だし地味だったんですけど、まあ簡単だと思ったんだけどね。七色だし味っていう味なんですけど、わかりますか。わからなかったです。わからん。わかんない。椎茸もね。あ、椎茸は合ってる。レインボーポテトチップス食べてみたいな。はい、カルビの、ビッグ、レインボーポテトチップス食べてみたい人はチャンネル登録、罰ゲームかなんかわかんないですけど、このハラペーニョオニオンっていうのを食べてみたいなと思った人は高評価で、はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。そんなわかんないですかね。わかんないです。これ塩味だわ。